続いて、字の DS での音色の選び方を紹介したいと思います。音色はですね、カテゴリーがここに書いてありますので、シンセを押せばシンセの音色、ブラスを押せばブラスの音色というふうにですね、非常に簡単に音を選ぶことができます。今ピアノの音になっています。続いて音をですね、重ねるときはどうするかと言いますと、このキーボードセクションのデュアルボタンっていうのを押せば簡単に音を重ねることができます。画面を見ていただくと、上下に音が2つあると思いますので、例えば下の方の音色をシンセパッドに変えてみたいと思います。音が重なりましたね。この音色を保存したいときは、ここのですね、ライトボタンっていうのを押せば簡単に保存することができます。